うも石戸です。さあ研修生活97日目、8月26日、この日はどんな一日だったかというと、負荷テストを行った一日でした。その負荷テストの中身について説明したいと思います。はい、研修生活97日目、この日は負荷テストを行ったという話をさせていただきました。毎日石戸のいてご覧いただいている方はもうすでにご存知だと思いますけれども、僕は火曜日から新しく入った入院患者さんに対して負荷テストっていうのを実施してるんですね。この負荷テストはどんな患者さんに対して行っているかというと、低身長の患者さんに対して行っております。この低身長になった、身長が低くなった原因がホルモンの分泌に異常があるからなのではないかということで、それを確かめるためにこの負荷テストっていうのを行っております。この動画では低身長とは何かということと、そしてどうやったらホルモンの分泌異常によって低身長が起きていることを証明できるのか、その2点についてお伝えしていきたいと思います。よければぜひ最後までご覧いただけたらと思います。はい、まず低身長の定義なんですけど、なんとなく他と比べて身長が低い気がするっていう話で低身長っていうのは決めれることはできませんよね。じゃあ何をもって低身長って決めてるかっていうと、実は標準偏差というので決めております。どういうことかというと、同じ年代の人がどれぐらいの身長かっていうのを取っていって、その分布を見た時に偏差値がどれぐらいかっていうので分けていってるんですね。この標準偏差がマイナス2よりも低い場合を低身長というふうに決めております。これが医学的な低身長ですね。その原因の一つにホルモンの分泌異常によって低身長になったっていう可能性が考えられます。何のホルモンかというと、脳の下垂体っていうところから出ている成長ホルモンがあるんですね。その名の通り成長するホルモンですよね。骨を伸ばしたり血糖値を上げたりっていうような作用があるんですけど、この成長ホルモンの分泌不全による低身長というものがあります。で、僕の患者さんっていうのは成長ホルモンの分泌不全による低身長が疑われて、本当に低身長を起こしている理由が成長ホルモンの分泌不全なのかどうかっていうことを調べるために、今回負荷テストというのを実施しました。負荷テストっていうのは何をやるかなんですけれども、文字通り薬を負荷して、それによって成長ホルモンがどういう風に変わっていくかっていうのを見ていくのが負荷テストなんですね。具体的にはこれ1種類だけじゃダメなんです。2種類以上負荷をして成長ホルモンの分泌が低いよっていうことを証明しなければいけないんですね。じゃあ具体的にどんなものを負荷するのかなんですけれども、いろいろな種類があって、例えばインスリン、アルギニン、エルドーパ、クロニジン、グルカゴン、あとは GHRP というものがあるんですね。このいずれかを負荷していくんですけど、僕の患者さんは3種類です。1つがインスリン、1つがグルカゴン、そしてもう1つがアルギニンですね。これを連日負荷してチェックしていくっていう形でした。じゃあ実際に負荷した後どうするのかっていうと、負荷してから30分おきに2時間測定していきます。まず負荷した時、0分目ですね。そして30分後、そして1時間後、そして1時間半後、2時間後って形で、計5回血液を取ります。この血液を取って、その中に出ている成長ホルモンの値がどうなのかっていうのを見ていくんですね。先ほど紹介した負荷した薬っていうのは、すべて成長ホルモンの分泌が上昇する薬です。ということで、負荷した後っていうのは成長ホルモンが上昇しなければいけません。じゃあ上昇すれば分泌不全じゃないと言えれるのかってと、そうじゃないんですね。分泌して0分、30分、60分、90分、120分と測定した時の成長ホルモンの値を見ていって、その時のピーク値ですね、一番高かった成長ホルモンの値が3以下であった場合に分泌不全ということができるんです。最後に紹介した GHRP 負荷試験の場合は10なんですけども、まあ細かいことは置いといて、とにかく成長ホルモンを測定していって、そのピーク値がある値よりも低ければ分泌不全とみなす。そしてその負荷した時に該当するものが2種類はないといけないってことなんですね。ということで僕の患者さんは3日間、本来は火水木実施する予定だったんですけども、火曜日トラブルが起きてしまって水木金と負荷テストを行うようになりました。ちなみに金曜日退院予定だったので、もう金曜日に連れ込んだのは結構大変なんですよね。その患者さんも退院する日に負荷テストやらないといけないので大変だったと思いますね。で、気になる結果はどうだったのかなんですけども、結果はね、わからないです。というのも、血液検査の成長ホルモンがどうなったのかっていうのは外注検査になるんですね。外注というのは外の機関に委託して調べてもらうっていう検査になります。病院内ですぐに測定できるわけじゃないので時間がかかってしまうんですね。ということで今は結果待ちっていう形なので、成長ホルモンの分泌ができてなかったのかどうかっていうのは実際にはまだ分かってないっていう状況です。しかし初日こそ苦戦しましたけれども、2日目3日目、無事負荷試験はうまくいきました。何度も言いますけど、負荷試験だけじゃなく血液を取るときにはね、しっかり水分を取ること、これめちゃくちゃ大事ですね。なんか血
液を取りに行くってことが分かってる人は絶対に水分摂取ね、いつもよりしっかりやっておくことをお勧めします。そんな形で8月26日は孵化試験を行ったという話をさせていただきました。孵化試験無事行えてよかったですね。あと孵化試験の中身もよく分かりました。ありがとうと思った方はぜひ高評価押していただけたら大変嬉しく思います。また石の握りではこのように僕の研修医生活の模様をお届けしております。まだチャンネル登録してないよって方はこの機会にぜひチャンネル登録していただけたらと思います。また各種 SNS、 Twitter、Facebook、Instagram も更新しておりますので、よければそちらの方もぜひチェックしてみていただけたらと思います。特にね、 Twitter の方頑張って更新しようと思っておりますので、よければ覗いていただきぜひフォローしていただけたらと思います。はい、ということで本日は孵化試験を行ったっていう話をさせていただきました。ずっとね、何に対する孵化試験かと言わなかったと思うんですけども、実は低身長の方に対して孵化試験を行ったという話をさせていただきました。で、医学的な低身長の定義っていうのも把握していただけたと思います。高校生の方であれば標準偏差って言葉が出てきましたけれども、数学 1A の統計の範囲しっかり勉強できてるでしょうか。標準偏差とか分散とか、それらの値がしっかり計算できるように確認しておいていただけたらと思います。ちなみに孵化試験は午前中に終わったんですけど、その後は平身で受け持ってる患者さんが10から15人いらっしゃいますので、患者さんの状況を見てカルテを書いてという形でいつも通りの日常をこなしました。明日はいよいよこの内分泌糖尿病内科も最後の日ですね。まあ、この動画を撮ってる時にはもうすでに終わってるんですけれども、この前日はね、あ、明日でいよいよ最後か、まあ、最終日しっかり頑張っていこうと思っていたのを思い出しますね。明日は最後の内分泌糖尿病内科の模様をお届けしていきたいと思います。何事もない日常だと思ったんですけれども、最後に事件が起きたんです。そのことを明日お伝えしたいと思いますので、明日もまた楽しみにしておいていただけたらと思います。それでは本日はここまで。また明日の動画でお会いしましょう。 See you next time. チャンネル登録はこちら。チャンネル登録はこちら。チャンネル登録はこちら。